新年明けましておめでとうございます。昨年中はご支援のほどどうもありがとうございました。本年も何卒よろしくお願いいたします。本年もよろしゅうお頼申します。いつもご視聴ありがとうございます。新年最初の動画で着物を着てご挨拶の方をしたかったんですけど、忙しくて間に合わなくてですね、この着物着るのがもう本当に大変で、人に着せたりとか、あと着せてもらったりっていうのももちろん時間がかかるんですけど、自分で着るのが私の場合は一番時間かかって大変なんですね。若い頃着物の着付け本家は習ってて、それで好きで割と着てたんですね。それでしばらくぶりに自分で着たもので、こうちゃちゃっと着て動画を撮ろうと思ったらですね、前もってこう準備しないといけないことがたくさんあって、襟、これおかしいですね。この襟が着物より出てるのおかしいですよね。これもこう襟調整して、前もって前日とかにもっとこうならないように調整しないとダメでしたし、着物にこなれた方が見るととんでもない着付けだと思うんですけど、今日はまあ皆さんにお正月気分、海外の方も結構見てるので、お正月気分を味わってもらえたらなと思って、もう自己流で崩れた着方になってしまってるんですけど、これは正しくないので、あんまり参考にしないでください。この襟もね、ちょっと開きすぎかなって、もうちょっと詰まった感じがいいでしょうし、あとよく見るとですね、帯揚げやってないんですよ。これあのなんちゃって帯でですね、こう締めなくていい、パタッとやる、こうパチッとやるだけなんですね。帯締めはあったのでやってみたんですけど、これもね、結び方ちょっとしばらくやってないので間違ってる可能性大ですね。亀人さんに怒られそうですけど、このこの羽織初めて着るんですよね。これの結び方ってちょっとやったことがなくてですね、もう仕方ないんでこんな感じにやってるんですけど、羽織ってなんかこうなるんですよね。これがこうやって着るものなのか、こうやって着るものなのかがよくわからないんですけど、この長襦袢とかもですね、あの袖丈に合ってないんですねまあ出てこなければいいかっていうぐらいで、こんな感じでですね、あと足袋もなかったのでね、素足なんですよ。この後ろの引っ張るところがですね、前もって用意してなかったので、だんだん上に上がってきちゃって、本当にすいません、見苦しいんですけど、遺産整理でいただいたこのただの着物と羽織なんですけど、亀人さんのコメントでですね、この紫の立花じゃないか、この紫の着物がまあ一番古いんじゃないかっていうことで、私あの頭とかも本当に苦手で、もうこれが朝起きてまず大変で、着物着るまでの間、着物着るまでにこれ一体何時間かかるのっていうぐらいかかって、こういうやつを最近もう年のせいか髪の毛が少なくなってきたので、これを中に入れて膨らまそうと思ったんですよ。もっと本当は日本髪みたいにちょっとやりたかったんですけど、これなかなかやりづらくてですね、で結局地毛だけでやったんですけど、今度はですね、引っ越してきてからどこかにあったはずなんですけど、ピンがなくてですね、また100均に長襦袢着て化粧してたんですけど、また脱いで、髪の毛も一旦下ろして100均に行ってこれを買って、また帰ってきてまた長襦袢着てっていう風にやってて、もう部屋が小さくて物が多いもんで、もうこんな小さいものは多分もう見つからないだろうと思って、買いに行った方が早いやと思って買いに行ってたんですね。でこのピン、でもこのピン入れ物とかはすごいおしゃれで、これいいなと思って、私が持ってるのよりいいやと思って、もうこういうものはね、やっぱ分かるところに置いとかないとダメですね。着方はいまいちなんですけど、せっかく来たのでちょっと全体をぐるっとお見せしたいと思います。